皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ということで、ヘイラギリオです。イエイ。今日は、こちら、チャリソー、サードレースの授業をしたいと思います。で今日は、ポリスのコスプレです。どうでもいい。それでは、受験プレイ。操作方法はこれだけじゃ。ジャンプしよう。崖はジャンプ、高い場所は二段ジャンプ。すごい、この自転車二段ジャンプができる。なんて高性能なんだ。ここにプレイヤーのあなたの情報が表示されるぞ。おお、プレイヤーいつものチャンプ。こっちが対戦相手や。このスコアを抜けばプレイヤーの勝ち。おお、まずは次へ。おお、ここまで寄るよ。プレイしよう。これね、弾を取るといいねがもらえるみたいですね。結果発表、17126。あ、でも結構いったね。走った距離 280m。 ステージ難易度ボーナス1939。へえ。まずは転ぶ練習から始めよう。田中の一言。田中って誰？実況田中の新着情報。専用のサイトに飛んでしまった。はい、ということで、じゃあもう一回行きましょう。いいぞ、その調子。チャリを一つ免除。ありがとう。え、このね、あの BGM とかヒカキンさんがドンってやってるみたいです。すごいですね、ヒカキンさんの声をいつでも体感できるこのゲーム。いろんなステージ、 YouTuber のコラボステージ。何それ、ちょっと難しいって書いてある。わあ、すごい、似顔絵だこれ。ヒカキンさん二段ジャンプ。あ、デカ玉取れた。すごい二段ジャンプがいいね。いいね。わあ、デカ玉取りに行ってました。楽しい、これ。あ、なんか今もらったけど、ちょっと YouTuber ステージもう一回やろう。うわー、なんだこりゃー。なにこれ、気づいてた？タイヤないよ、そのチャリ。田中さん、2500点未満の君はかわいそうだからチャリを一つ免除。ありがとう。やった、ありがとうございます。すごい、結構いっぱいできるんですね、一回でね。これなんかバッチリから飛ばされるみたいですね。ここをどうやってクリアできればいいんだろう。レベルアップ、レベル2。お、やった、体力全回復。デカ玉50個。やった。これデカ玉って何に使えるんだろう。デカ玉215個今あるんですけど、ビー玉ガチャ、ゲームの遊び方、割る鍋さんのガチャ、デカ玉とアイテムを交換。へえ、すごい、ジャンプアップ。何それ、ジャンプ力アップができるの。何その強化系のやつ。チャリソーガチャ、大きいビー玉、当たり。割れなくなったガチャ、体がほのかに光り始め、動物が明るくなった。え、なんて、もう一度引くと前に引いたガチャの効果がなくなった。え、そうなの、やだやだ。なんだろう、いろいろあるのかな。リア充爆発しの王のスタッフコラボ。第一ステージ、復活ショットも出た。すごい、なにこれ、いっぱいあるのかな。第一ステージっていう、なんかちょっと暗そうだから、全然暗くねえ。ステージですかね、また。あ、すごい、背景が変わった。これは何なんだろう。
どうやってるんだろうね。これは面白いよ。このジャンプだけの簡単操作っていうのが。ということで、あ、レベルアップした、レベル3になったところで、じゃちょっとキリがいいのでこの辺で。デカ玉50個もらった。おー、すごい、レベルアップするたびに何かいろいろもらえるんですね。ではキリが良いのでこの辺で今日は終わりにしたいと思うんですけれども、これはめっちゃハマります。すごい、昼の外人に勝利。昼の外人、何それ。次のチャレンジャーはバナナ男、何それ。挑戦ができるようになっていくんですね、これは。あー、なるほど、あれか、その記録を更新していくことにより勝つことができるんですね。なるほど、これは奥が深いということで、このゲーム YouTuber さんたくさん出てくる、かなり YouTuber 好きにはたまらないキャリトーになってます。これやばいね、ゲーム自体も面白いのにマニア心もくすぐられる、くすぐりるよぜひ皆さん挑戦してみてください。リオリオもこれからハマリオリオでいっぱいプレイしていこうと思います。でもチャリソーで検索アプリで簡単にダウンロードできます。概要欄の方にアプリの詳細載せておきますので、ぜひ見てみてください。それでは以上、ヒイラギリオでした。ぜひぜひ皆さんチャンネル登録お待ちしております。バイバーイ。